15分間全く無言なんだけど、誰と行ってメールしよう。ちょっとね、ビッグなメスを釣るためにちょっとビッグなメス、ビッグなメスを、アフタースポーンじゃなくてプリスポーンがいるんだ。プリスポーンもうボッテボテの釣らないといけないんでボッテボテマダムを釣ってやりますよという感じで、ようやく到着しましたね。そうですね、琵琶湖、滋賀県琵琶湖のジャッカルロッジから、はい、山梨県河口湖まで来ました。はい、今何時ですか？今2時。2時2時過ぎで、まあ、今到着して、まあ、これから、まあ、ほぼ移動中、まあ、明日半日あれば十分かなという感じなんで、まあ、さらっと明日の下見をして楽勝でしょ。で、まあ、関東でもまあ60センチとか70センチクラスのいる湖なんで、今回 J2 のルールが一匹長さ勝負ということなんで、大きいの狙って頑張りたいと思います。はい、西川さんを行っちゃいましょう。もうはい、行きましょう。こんな感じでエビモが入ってる。バカバカ釣ってるわけじゃないですからね。40センチ以下専門だけど、トランプの専攻すぎるでしょ、あれは。まあ、あんなんじゃ勝てないですよ。専攻すごいから。ピーナッツ。今日のに追っかけてきたよ。おいちょい、てか、こっから出てきましたよ、このエビモのパッチ。このウィードについてる。パッチから出てきた。あー、食った。西川さん、どうですか、反応は。嘘だよ、冗談だよ。ベンクシーベンクシーで、ね、いや夕方でこの感じはないね。大野さんのワンバイトだけだったのかな。ピチャピチャやるのに、まあ、風があった方がいいっていうのはまあいいんじゃない。はあ、流れがあるエリア。ワンバイトで一匹っていう。切ねー。はい。乾杯。なんだよ。コース取らない。お疲れ様でした。今1日、はい、初日が終わりました。お疲れ様でした。で、まあ2時半ぐらいかな。そうですね、実質にして、実質何時間、4時間か4時間湖出てみたんですけど、まあちょっとまあ J2 が始まる前と状況が変わってて、ま
その状況と、まあ、明日に向けての、まあ、傾向対策はつかめたので、今日はワンバイト、ワンフィッシュ、あ、違うか、ソウルシャットとかで、俺は見てないですけど、まあそういう感じで、まあ、ちょっと厳しかったんですけど、まあ、明日、7時前はおかっぱに、7時以降はボートからやって、まあ、他の人も大して大きいな、ってなんで、じゃないですね、小バスみたいな、バスみたいな。こんな早野さんこんぐらいだったけど、まあ、いわゆるノンキーパーノンキーパーばっかり釣ってたんで、まあ、ちょっと明日キーパーサイズ釣りたいなと思って。今日自分が釣ってないんで、まあ、ちょっと一発、まあ、60ずっと狙ってたんでちょっと外しちゃったかな。まあ明日ちょっと一発やってきますね。一発やっていきます、はい、というわけで、明日は交互期待というわけで頑張ります。ありがとうございました。